じゃあ大正14年か。ダメだ。腹で計算してるお金。ああ、炎天下ダメだ。うわ、すごく立派な建物。まあ、これ市役所な。まあ今の発言で絶対市街から来てるなってバレバレでしょうけどね。めっちゃ重厚な造りですね。すごいな。あら立派。すごいね。奥に新しい建物があるんだ。あ、すごいわ。奥とか両端なんですね。でこっち側にもこれ商工会社の中だったのか、それから旧庁舎。ダメだ、カメラが熱持ってるわ。全然ダメだ、全滅だ、カメラが。おとなしく電車来るの待ちましょうか。ダメだ、もうちょっと。さあカメラも去ることながら、うちもこんなとさすがにやられてきたな。35度超えてそうっすね。いや無理だ、折り返しましょう。もう単純にこの一直線でそのままドン突きで商店街が終わってって感じみたいですね。あとで体力余裕があったら車でぐるっと見てみようかな。ちょっと一つ裏に入ってみようかなとも思いましたけど、いや日が今これギリギリ日陰歩いててこんだけ暑いですからね。ちょっと日向に出るのは怖いな。うん、音か。すごい文具屋さん。すごいいいですね。ああいう民間図書館みたいな感じなのかな。優雅ですよね。自分時間をそういった優雅な時間に使える人間なりたいな。少なくともね、こんなね、わけのわからんね、散歩とか撮ってるようじゃダメなんですよね。ここの元に住むともすごいね、立派。すごい暑い。こっちはこっちで続いてんだ。カフェがギャラリー。いろいろあるな。ホパレルがかなり多めですけど、今これ風が当たってるからいけるってるのかな。いける、頑張れるかい。ここは地場さんショップ。カバンストリート、あ、カバン？カバン屋さんか？なんだカバンストリート。ちょっと待って。カバン生産日本一なんだ。カバンの自販機なかなか聞かねえのあるな。ショート一緒かな。すごい、カバンの自販機なんですね。なんかマイバッグみたいな感じになったな。あ、このカバン作ってる。あ、もう、あ、そっか、それでさっきのとこもなんかでっかいミシンが置いてあって、あ、もうカバンストリートって名前なんだ。違います。カバンストリートから行こう。商店街、ああ、じゃあこっちで商店街で、あ、待って、結構いい時間じゃねえもん。あ、結構いい時間だ。戻ってかねえと、戻ってかねえといけねえな。
そこで終わりですもんね。へえ。そこの端から行けるかな。行けないかな。どっちから行こう。そっちから行こうか。へえ。すごいな。あ、ちなみにめちゃくちゃ川の香りがしますね。へえ。すごいわ。うん、あの川ってあのリバーの川じゃなくて、あっちのね、あのカバンに使う川のね。あ、すごい本川の香りがする。面白い。香りだけは伝わりませんからね。こっちから行こうかな。ちょっと裏筋も見てみようかな。戻ってったらもうちょうど電車も来てるでしょう。多分ダメだな。カメラ行くな。頑張れるとこまで頑張ってみましょう。データ飛ぶと嫌なんで今一回ちょっと切りましたけどね。これは絶対どっかで行くな。なんか傾向としてはこっちの広角の方のがまだ飛びにくそうですけどね。あっちのあのフォーカスカメラの方は多分フォーカス合わせたりするときにその動かすんで、それで多分上がりやすいんでしょうね。わあ、これはもうダメかな。あ、宝様に熱いもんな。ちょっと風が当たってるからまだなんとかなってる。レバーとかもあるし。いいところなのか間違いないんですけど、何せいかんせん暑い。ちょっと、お。ダメっぽいな。あ、暑いな。こんにちは。でも4時前だから、そうだな、こっからと、あ、いや、あやのじゃなくて、あみのか。あみの戻ったらもういい時間だな。ちょっと途中寄ったりは、まあ、車に戻って、車でね、ちょっと移動かけてもいいかもしれませんけど、パッと見たら、ちょっと休めそうなところが全然ないんだよな。とりあえず、あと、なんやかんやね、この一式買ったりとかね、いろいろしてましたんで、なんやかんや現金ぶっ飛んでて、今、やっぱ財布の中身が全然入ってないんだよな。まずいな。どうしよう、お盆の企画、相当大貧乏、ボンビー企画でやらないときついぞ、これ。今その話しても知らないけど、しまったな。なんやかんや。あとダメだ、すぐ止まる。とりあえずあれね、信号よく見てみたら縦型なんですね。そっか、こっちやっぱり豪雪地帯なんだな、これ見るとね、思いますね。よし、こっちダメだ、ちょっと日陰の方に入る。わけのなる方に戻ろう。ちょうど市役所の前ぐらいに戻ってきたのか。はあ、まだ先ちょっと長えな。ナマステ、ナマステ、なんかあちこちにあるな。あれ、福知山にあるのと一緒かな。
皆さん、じゃああれですね、ただ気になる店も出てきたらもうでも暑すぎてダメなんだ、全く動かない、へぇ、はい、あ、ワッフルバーなんだ、とりあえずもう戻ってきたんで、わぁ、とりあえず戻ってくるとこまで撮れたんで、もうここからは一緒の通的景色だからね、よし、カツアイ、よし、駅まで戻ります。で、切り取れたらもう実は40分で5分前だったんですけど、カメラが熱暴走からそこから多分赤くなっちゃって今再起動する羽目になりまして、ギリギリ今40分ぐらいで再起動が終わって、でドタバタそんなこと立ち往生してやっとったらあれですね、めっちゃギリギリの時間になっちゃいましたね、言うてくると待ってましたもんね。さあとりあえず、もう列車来てるでしょ、もうダメだ、いろいろ限界です、言ってます、11がずっと動いてますからね、さすがに一回どっかで休まんとですか、これ扉読めねえよ、トマキで扉読めねえよ、わーてか言ってる場合じゃねえ、列車に乗ってとかターミナルしねえといけないけど大丈夫、ターミナルまで持ってくれよ、熱暴走がひどい。